それが今日これやろうねって言ってたんで、次はやる。まずスケールをちょっと取ってみようかな。細かいことはね、コースでやったので、台の分析とかまああんまり。途上でやろうか。こっちで何か手を挙げて。そういうこと。はい、反対。はい、これで OK もらう。そうね、左手の方がちょっと外転して、手のひらが前向きになっている要素があるかな。あとこの高さ、2センチほどこっちの方が高いはい、下ろしましょう。で、下ろすとき特徴的にね、この辺からスッとこう、うまくこう、垂直の全部失うような下ろし方になっているので、もう一回右から行く。謎の時の歌詞があるとか骨盤があるとかの、まあ、特徴がある人だったら見てください。で、下ろします。はい、左。で、そういう風にしてみると、左側をこう挙上していく時に、ちょっと後ろに引いている要素があって、本来さっきの渡辺さんでもう必要だって、ちょっとなんか左右逆になっちゃう。評価ですけど、挙上に必要な、まあ、今日上司のことというよりは、このポスチャーコントロールのね、この要素、後ろ行ってみた方がいいよ。この右足につけて、リブのフォワードローテーションと、キャプラの価格が安定化して、そして外旋して、高重力的にで、まあ、細かいこと言うと、ちょっとこういう要素があるよねっていう話しました。これは右ね。はい、下ろして。そうすると、こっちはもう最初持ち始めた時からちょっと重たいです。で、この辺でちょっと抵抗入り始めて、で、無理やりちょっと突破していこうとすると、早くもう頭が回転しすぎてるやつね。で、この手はちょっと火星方向に押さえられてる感じがして、こう右みたいなこの身長性とか、リブのフォワードローテーション、オートマティックに起きない。で、左の股関節の支えのせいかもしれないけど、結果としてはこれがもうちょっと肩甲骨が内転化成して、でリブが、で、左のヒップに少し。でこいつは側屈せずに軸性回線になってほしいね。この辺のところを今日の渡辺さんでやってたハンドリングで割と出張症の人なんかだと使うので、みんなで練習しよう。これシャツズボンの中に裏でと。でまあ、後ろからも前からもできないといけないけど、一つやってたのはここからこう、ね、肩甲骨と肋骨を一緒にちょっと操作できるところからで重力ラインより後ろに行って、でその時にどういう反応が起こるかというと、左の後ろにちょっと落ちていって右の頭に頸部の側屈が落ちていく。これ今何にもしてない、ただ重力ラインの後ろにいただけ。そこから前にこう連れていくようとすると、右の股関節はよく感じられると、左がちょっとあんまり検知しにくい要素があります。なのでちょっと今度は信号を入れていくね。手のひらの着足のところでここね、これもっとでかい患者さんなんだったら前腕でやらなきゃいけないけど、肋骨の入力ラインを後ろに行って、肋骨のこのバケツの L 運動ね、をここの部分で少し作っていってあげながら、で肩甲骨はオートマティックに本来は外転挙上、ここを反応してほしい。
でも左後ろに崩れていっちゃうので、最初に左足をちょっと見つけて、ここから信号を送って重力ラインに前に連れてきてあげながら、ちょっと後背筋、そして肩甲骨の内転下線、ここにちょっと移動します。そうすると渡辺さんと一緒でヘッドが過剰に反応したり、スタビリティが悪いと顎を固定したり、歯を噛み締めて、最近はねマスクしてるから余計に逃すみたいな、そういう反応になっている人にならないように気をつけてください。でもう一回今度後ろに重力ラインを後ろに連れて行った時に、左側こっちね、こっちをキープしておいて、右から置いていって、それから左に後ろに行くんじゃなくて下に降りれるように、そして肩甲骨の外転挙手で、左のお尻を見つけて、ここから重力ラインより前に行って内転下旋です。それをずっと D-Way としてプレーシング体幹に、で股関節のスタビリティが高まってくれるように、左を見つけてから右が追従して内転下旋ですね。ここからずっと下肢見つけに来て立ち上がるとかいうんです。いけるように普段はコントロールできるようにしてね。よし。それがこう左右でこう均等にこうやって骨盤前傾と胸部体幹の伸展につながってきたら、今度は行きやすい右の方からこっちのリングのフォワードローテーションとお尻を見つける。こっちはちょっとだけ重力ラインより後ろに行って下です、ね、で真ん中に戻って慣性で反対側にずるっと行かないように、ミッドラインに戻ったら左のお尻を見つけて、こっちのリブのフォワードローテーション、そしてこっちのリブを重力ラインより後ろでちょっと下がる。それでもまだね、こっちは崩れて頭の過剰な立ち上がりが起きてるのが分かる。で、真ん中戻って、そして右足、こっちの方がいいよね、頭の反応、リブの。なので、真ん中戻って、もうちょい信号、ここから左のお尻を見つける、ここからね、見つける信号をちょっと強調して、これを尻。これを尻、これを尻で調べて、そして頭の中に戻って、で一旦さっきと同じ重力ライン後ろに連れて行って、左のお尻につけて、右のフォア、真ん中に行って、重力ライン後ろから右に右のフォア、で足と連結して。体幹が動けるようにね。そうするともうこの往復の信号ぐらいで行けるようになってきました。ここでずるっと横に滑りしないようにちょっと。で、このオートマティックな上部体幹の重力ラインより前で内転下すると、重力ラインより後ろ行ったらリブのダウンして、横隔膜がちょっと収まったまま真ん中のところで肩甲骨が挙上がいて、この間もっとこんなに大げさに動いてなくて、我々はこのぐらいのところで取ってリズムという要素がある。そしたらもう一回はい、上肢上肢上の感じと、はい、左、ああいいね、でも最後にちょっと揺れるけど、まあいいや、はい、こういう感じ、両手から出しましょう、はい、こんなスタートになってもどうしてそしてリズムのフォワードローテーションプラス足をちゃんと見せられて、左は右はもう
同士はほとんど何もしてないんだよ。重さがもう全然。それはそうだね。野田エルシーでした。こうやって追従し、リブのフォワードを打ち、いや、価格の戦術。それが起きれば、同時にできる。そしてここに選択的に必死が。というようなことを逆だったけど、渡辺さんではしつこく。まあ、あと、立位でどうするか、またやるんで、この台のところをちょっと練習してみる、2人で。評価してね。はい、やりましょう。